SB ハイチビッコ健康マラソンは SB 食品株式会社が主催する小学生を対象とした長距離走大会。瀬古敏彦が所属したことで長距離走会に関わりの深い SB 食品が21世紀を担う人づくりをテーマにスポーツを通じて心身ともに健康な子どもたちを育成することをお題、一の目的として1984年から開催している。 日本全国の各地域における地方大会及びその優秀選手による全国大会が実施されており2015年時点で延べ135万人が参加している小学生を対象とした長距離走大会としては全国最大規模のものとなっている地方大会は当地のスーパーマーケットとの共催になる SB ファイトの冠が付き 参加募集もスーパーテントや地元マスメディアで告知される。距離は参加者の所属する学年により、下記の通り異なる。各学年及び性別ごとに表彰が行われ、1位にはトロフィーメダル、表彰状、2位と3位にはてメダル、表彰状、また大会によっては4から6位にも表彰状が送られる。参加費が無料であるにもかかわらずその他参加者全員に、 記念 T シャツ、SBE の商品、記録賞が与えられる。ありがとうございます。